wanna play? ホラーバーサクリファイスです。今回紹介する作品はこちら、サバイバルオブザデッド。この作品は2009年のアメリカ映画です。ゾンビ映画の神様ジョージ・アンドリュー・ロメロの新ゾンビ3部作の3本目。触りのあらすじを紹介すると、世界中にゾンビが発生して6日後、大西洋に浮かぶプラム島では死者は眠らせるべきと考えるオフリン一族と、We can keep it that way, but only if we do what we have to do. 死者は生かしておくべきと考えるマルドゥーン一族が対立。Maybe they're not dead. Maybe they got some kind of sickness or something. Somebody's gonna find a cure for this. Might take 100 years, but somebody's gonna find a cure. 数で勝るマルドゥーン一族は、オフリン一族のリーダー、パトリックら数名を島外へ追放した。Who's coming with me? I've been with you a long time, Captain. So I'll stick. それから3週間後、軍から脱走したサージたちは、安全な島の情報をインターネットの動画サイトで知る。Friends, I'm going to keep this simple.発信したのはパトリック。パトリックは人を募ってプラム島へ戻る計画だった。っていうお話。このサバイバル・オブ・ザ・デッドは監督ジョージ・ロメロの最後の作品。といっても、この作品の直後に亡くなったわけじゃなくって、ただ映画を撮らなかっただけ。だからその後アメリカからカナダに移住したりとか、あと再婚したりとか、まあそんなこんなでだいたい8年後くらいに亡くなりました。で、このサバイバルオブザデッド、やっぱりこのゾンビ愛が半端ないロメロ監督だから、ゾンビの恐ろしさよりも人間のいざこざがなんか中心にあるような内容。もう昨今溢れまくってるゾンビ映画にこうもう飲み込まれがちな、もう普通のゾンビ映画。しかもちょっと今回はもう CG に頼りすぎた感じがあって、造形だったり撮影トリックみたいなのを使った箇所はもう少ない。時代なのかな。まあゾンビ映画の神様の最後の作品としては、なんかちょっと安っぽい感じの映画になってしまいました。今回はサバイバルオブザデッドの紹介でした。ではまた追って報告する。